名探偵影マンは山根青鬼原作の日本のギャグ漫画。1970年代から1980年代にかけて小学館の学年史及びコロ,コロコロコミックに連載されていた。2001年になってこの漫画を原作としたテレビアニメ探偵少年影マンが放送された。ただし、主人公影漫画探偵でその影が助手になるという点以外は、 全くの別物となっている。証人探偵の影マンが自身の影である相棒のシャドーマンと共に、怪人19面相、他の起こす事件を解決していく。連載当時のテレビタレントやコマーシャルをネタにしたギャグが多用されているのが特徴。1980年観光、学習漫画不思議シリーズ八手品と魔術の不思議の中で魔術の不思議のコーナーに影マンが登場している。 登場人物は、万太郎とシャドーマンと、モモちゃん、オリジナルキャラの魔術師だけなので実質、名探偵影間もそのまま、学習漫画にしたような内容である。執筆も、山根青鬼で、本編の絵や設定と全く変わらない。派生作品。 小学2年生の1984年4月号から1985年3月号と小学3年生の1984年4月号から1985年1月号に連載された。影マンの弟、影マン二郎が主人公。帽子にジャンパーの姿でペン型ライトのシャドーペンでシャドーマンを呼び出す。ちなみにシャドーマンは紙4本。雑誌。 コミックゴム第1号の企画で1話のみ書き下ろされた復刻作品。影マン電池がマグライトからの改造となり携帯電話を内蔵。シューズがナイキの影マックスモデルになるなど装備を強化した設定であるがストーリー展開は全く変わらない。平成時代のコマーシャルネタやアムロナミエが登場する。 探偵少年影マンの題名で2001年4月10日から2002年1月16日まで NHK 教育テレビ天才テレビくんワイド内のコーナーとして放送された全39話オープニングやアイキャッチのナレーションは小林清志が担当原作との関連性はほとんどないに等しいが漫画版の影マンがアニメの主人公の祖父である 伝説の名探偵としてゲスト出演したことがある。番組終了後、2009年10月から2010年2月7日にかけて、おはスタで再放送が行われた。なお、本作は当時オハスタで再放送されたアニメでは、唯一、テレビ東京で放送されたアニメではない。ディテクティブシティで、世界一の探偵を夢見る少年、影んこと影万太郎。 探偵小学校では、ドジばかりの影マンは、怪盗で R を追いかけていた最中、で R の用意していたシャドウ光線を浴び通りすがりの宇宙人、シャドウマンと合体してしまった。ここに、最強のデコボコ探偵コンビが誕生する。主人公探偵小学校の生徒、関係者怪盗たちエンディングテーマはなし。コミカライズは、 別冊コロ,コロコロコミックの2001年6月号から2002年4月号に連載された蘇山和俊版と小学2年生、小学3年生、小学4年生の2001年4月号から2002年3月号の間に連載された玉井竹師版がある。タイトルはどちらも探偵少年影マン。蘇山和俊版は短編集蘇山祭りに掲載されているが影マン、シャドーマン、 回答である以外の主要キャラクターは全く登場しない。探偵少年影マンに関するカテゴリー、ありがとうございます。